ここは岐阜県恵那市。前回の動画で紹介した岩村の町の路地です。この先に見えるのが今回紹介をするメインストリートです。通りに出ると昔ながらの町並みが残っています。よく見ると電柱はありませんね。景観を守るため電線は地下に埋められています。ここにあるいくつかの建物は観光のために無料で公開されています。施設を見学するためには新型コロナウイルス感染防止のため入り口で手の消毒をしてノートに名前と住所を書く必要があります。この日は観光客の姿はほとんどありませんでしたが、感染拡大が落ち着けばまた以前のように活気のある通りになるでしょうね。映像で紹介している部分は全体の一部です。まだまだ見どころはたくさんあるので実際に足を運んでみてください。それでは、今回はここまで。次回の動画をお楽しみに。